今日はですね、新しいシンシアリーのヘッドスパを体験しにやってまいりました。なんとね、この CBD オイルで、リラックストリートメントしていただくということで、新しい CBD オイルでのヘッドスパ体験をしたいと思います。お願いします。みーさん手作り？はい、そうです。すごい愛あふれてる。美味しそう。オイルをこう垂らして、リラックスバージョンいただく。なんか飲みにくさが、とても美味しいです。こんなメニューでいきます。ステップはカウンセリングで、デコルテとアイメイのマッサージ、頭皮マッサージ、首肩マッサージで、シャンプートリートメント、ブロースタイリングということで、昨日までね展示会だったので、今日はしっかりリラックスしたいと思います。じゃあアクセサリー、はい、じゃあ今から施術していただくのにお着替えしてまいります。はい、行ってきます。こんな手で握手してます。こちらで今からお着替えをしてきます。はい、着替えました。紙ブラと紙スカートですね、に着替えて今から行ってきます。インナーがこのハンナのインナーと、ホニットの、シルクのニットと、こちらカシミヤのホニットのホールインワンと、これがね、韓国で、ね、買ったセレクトショップのソックスにエトレのオイルブーツを履いて、じゃあ今からまた、お着替えをして、してまいります。あ、またこれは素敵なお部屋にやってまいりました。お願いします。お願いします。すごいすっきりしました。凝ってましたか、私？凝ってました。ありがとうございました。凝ってました。結構パワーがいりますよね、きっと。こんなにカツカツだから。なんか携帯のせいってよく言われます。確かに首肩と、まあ、頭が結構ガチガチだったんですけど、まあ、頭のガチガチいつも言われます。動くようになったと思うんですか？もう動かないほどの。すごいしっかりやっていただきました。あの目がすごい開く、あ、開きます。ありがとうございます。
フロアもあるということで、上のフロアもあるんですね。個室を希望するお客様、さっきのようなお部屋をするお客様には、下の方3階にやってまいりました。失礼しました。なんか窓の形とかがすごく変わってますね。そうなんですね。昼間、昼帰ってきて20分です。